はい、フォトジェニックチャンネルのマンです。マユです。最近どうですか？最近暑くていやもう無理です本当にということで、うちのスタッフもやる気がないので、はい、ネタ切れということで、またヘキマルスイーツが新しくなったまたこの2人でやりますけどもあと、まあ、撮ってもらってるのがめんどりたまごさんでこの間と変わらぬ面々でやっております。確かに、はい、全然久しぶりじゃないですね。よろしくお願いします。お願いします。今回はどこですか？何ですか？ね、和菓子なんですけど、うん、和スイート鮮花ってところですね。どこのお店なんやろ。おスイート、ここやばいぞ。何ですか？地雷が埋まってたところへの近所。いやいや、治安治安っていうかこれ紹介しましょうか。はい、しましょう。まず、なんかどら焼き、まあ和菓子屋さんやねんな。そうです、はい、普通どら焼きとなんか塩どら焼きですね。各216円。はい、はい、でこれがフルーツ大福なんですけど、はい、こっちからイチジク、マスクメロンでピスタチオ。おこれが食べたくて。いや俺もいや、もうこれは半分こしましょう。半分こ食べたい。まあまあ、メロンが417円で、はい、高いな。ちょっとやっぱ夏のいいやつ。他のが359円。はい、はい、で、これなんだかな、なんか瓶系。こっちが冷やしぜんざい、抹茶ゼリー、みたらし、白玉みたらしみたいな、なんか白玉団子が入ってる系のやつ。各322。はい、で、これがわらび餅ですね。高級な驚きの1787円。すごい期待値が高い。いやいや、本当楽しみ。人の金店員さんびっくりしたったやろ。おって言ってました。これを手に取ったらおって買うんやっていう。買うんやみたいななんか1個サービスしてくれた。そうなんですよ、いっぱい買ってくれはりますねみたいなって貼ったんで、なんかサービスかなんかでプリンを教えてくれました。和菓子やの洋菓子、洋生菓子って書いてます。これでもさ、多分レシート間違えたはんねん。え？フルーツ大福かける3になってんねんけど、はいはいはい、マスクメロン別で、おっと、で、白玉が3つあんのに2になってんねんで、30円だけ大福の方が高いからちょっとだけぼったくられてるけど、プリンくれたからプリンが30円やと思えば、まあチャラ、じゃあ、なんか間違えてんねん、この人。まあ今日初めて出会ったんでね。そうです、そうです、テンパってはるかもしれない。第1号やったんで、お客、第1号やったの。お客第1号でした。これまず開けてみますか。1800円のわらび餅です。めちゃくちゃ高級なんやけど、お、なんかすごい、たぷんたぷん、ちょ、見て、たぷんたぷんですよ。なんか自分にさ、いっ、わすげえ、でかすごい、ひと塊、ひと塊です、これを、ひと塊って、あ、でもなんか丸いのがいっぱい中入っとる、信玄餅的な、あ、隠し方ちょっときな粉多めでこれちょっとエアコン、やばい、きな粉、まうめんどりさん何食べたいですか？めんどりさんって、ただ鳥みたいなと思ったけど、鳥呼んでもたみたいな。そう、何でもいいです。どら焼きとプリンはどっちがいいですか？せーので言います。あー、行ってみようか。うわー、悩む、普通に悩む。指だけ出して、指だけ、決まりました。この3つ、まずこの3つ選手権。これ何、これ普通のどら焼きで、これが塩、これで、これがプリンな。プリンです。はい、いくで、せーので。あ、ちょっと待って、これじゃん、それは良くない、どら焼き不人気は良くないよこれちょっといっぺん止めてじゃんけんしようまあ、ついこれいこうか。え、メロンとイチジクとピスタチオ。これもう分けへんからな。絶対分けへんから、絶対分けへんので、これが昨日から食べたかったんですよ。これ調べて知らんじゃあどれ食べたいか、せーの。あ、譲ってやった、メロンがかぶった。何優しいうーん、じゃあまあこれはとりあえずやったー。で、これじゃんけんでしょ。これが瓶のりが、うち悩む、どうしよう。バランスやな、どら焼きが来ることを考えるとやな、じゃんけん負けて3分の1やから。なるほど、いらんこと言った、失敗した、理解しました。黙っといたらよかった、黙っといたらよかった、狙ってんのはあれやな、黙っといたらよかった。いくで、せーの。あー、もうほら、え、譲った、はい、じゃあ私これでいいです。いやいや、いいよ、じゃんけんしよう。じゃあ揉めましょう、はい、じゃあ一遍止めてじゃんけんして、どうなったかは後でまた、はい、熾烈な戦い、熾烈な戦いがお、まゆさんときなこってなんちゅう組み合わせ、絶対あかん組み合わせやと思うねや、相性悪い
私は好きなんですけどね。こっちがなんかなんかあれやな、ハムかなんか取り分けてます今なんか居酒屋の一発目のシーザーサラダに見せる。そうやんな。え、じゃあ取り分けるねみたいなところで女見せてくるタイプの人のモノマネしてます。周りにはぐちゃぐちゃやけどね、取り方これじゃモテねえよ。はい、取り分けました。はい、取り分けました。はい、この間なんかあのかんちゃんじゃないわ、地蔵とやってたやつは丸っぽく入ってる感じだ。そうですね。どうやって開けたの？うまそう。大きさはどっちがどっち？こっちの方が大きい。こっちの方が大きいじゃないですか。違う、前のところ。あ、前のところ、ああ。前も丸々フルーツ1個入ってる。結構でかかったですよ。でもまあ、イチジクなんで、そのなんか自立しないフルーツじゃないですか。なんでウェーってなってんのかな。いや、でも前のところ結構でかかったですよね。いいな、それ食べたかったな。半分いります？それだけが食べたかったやろ、なんなん。これだけが食べたかった。この間食べてるんで、フルーツ大福。あ、そうか。はい、こんな感じ。ちょっとなんか普通の大福っぽいというか、あんこっぽい感じになってるんですかね、中のやつが。これはなんかちょっとなんかこの間のとこのより餅がさ、すごいもちもちしてて切れへんねんけど。まあ、かじるやつなんですかね、これ。なあ、ごめん、切れ燃えず燃えずなんかこんなどうにかしてあとどうにかして返事。いや無理でしょ。どうやって返事で切り開くんですか。いやほら、終われへんもん。かじるやつなんですね。食感はやっぱ普通の大福っぽい、あんこっぽい感じなんですけど、周りにピスタチオの豆砕いたやつみたいながいっぱい出てるんですけど、多分それがちょっとしょっぱくて甘じょっぱ系です、うん、美味しいです。これね、この間のやつさ、思、はいっきりフルーツに餅くるみましたみたいな感じだったんか。あ、そうですね。これ和菓子やね、ちゃんと。おー、なるほど。なんかどう言ってんかな、ちゃんと和菓子になってる。なるほど、やっぱ和菓子屋のフルーツ大福って感じですかね。この間のフルーツ感はちょっと薄い、逆に言うとね。なるほど、なるほど。でも丸々1個入ってんのかな、結局。入ってそうですけどね。そうやな、果実をそのまま入れてんのは入れてんな、はい、まあ、美味しいございますでかい、ちょっとでかい、でかい。あ、でも、イチジクより切りやすそう。やっぱ、自立するフルーツ何それ、自立するフルーツって何わー、美味しそう。100円高いだけある。レベチ、これ何、どういうこと。切ったなんかが入ってんだな。あ、そうじゃないですか、一かけ。あ、メロン一かけ。絶対100円高くてもこっちの方がうまそうどうぞ。美味しそうだ。あ、いいよ、そっち見せて、どんな食べてる。あ、美味しくなさそう。生まれた卵だけに生まれてしまうずっと設定を守ってくるなんかメロンがそのまま。これはだからこの間のやつっぽいよな、丸っぽい。あ、そうですね。これなんかほぼ半々、あんこと。あ、そうなんですね、うん、これはなんかちゃうみたいな。え、でも白あん入ってますよね。ちょっとだけ白あん。これもなんかなんかあんこの中に混ぜたやろ。だからそんな感じします。食感ほんまあんこです。うん、美味しい。まあ、メロンはちょっと100円高くてもありかな。そうですね。イチジクはね、正直言っちゃうと、はい、前のやつのお店の方が安くてうまかった。おお、なるほど、うん、そうなんですね。ただメロンとそれはなんかちょっとうまそう。まあ食べてないですからね。からわかね。まあまあ贅沢よ。これ300円と。そうですね。350円と。あ、これうま。おお。むっちゃ最初。やっぱゼリーなんで。いや、ここ和菓子屋さんやな、やっぱこれ美味しいわ。なるほど。さっきのイチシク大福本音で言うとは外れ。これうまい。あっさり、だからやっぱ夏用、夏向け。うん、あんこやのに割とトゥルトゥルっていける感じ。美味しそう。ここ多分和菓子うまくない。うまいですね。なんか濃厚でちょっと甘いですけど、蜜ドロドロやな。そこまで甘くない。そうやな、そんなに甘くないね、上品な感じ。ぜんざいですね。ぜんざいとかめっちゃ甘そうじゃない。いや、でもそんなにおおろろって感じじゃないです。まあ、そうやな、だって抹茶の部分以外は一緒やな。一緒ですね。
あんこそんなに、あんこ美味しいな、美味しいです。甘々じゃないし、結構サラサラしてるんで、うん、なんかスルスルいけますね。まあ、白玉団子、夏季限定やねんな。あ、そうなんですね。3種類やねんな。3種類やったん、これは。3種類でしたね。まあ、団子は当たりかもね。はい、美味しかったです。はい、次、まあ、このパンフレットやと、開いた最初がどら焼きやから、どら焼きなんじゃない？塩どら焼きですね。正式名称ってのかわかんないですけど、もうどうしようなんや。あ、でもなんか絶対見えないんですけど、表面に塩みたいなプチプチなってます。ちょっとじゃあこっちも開けてみたら、ノーマルやな。わからん。これで並べられたらもうおしまい。ちょっと終わってみますか、うん。なんかオーソドックスなドラ焼きって感じ。粒あん？こしあん。粒あんですね。の方がいいよ。そうですね。まあ、でもさっきの感じだとあんこ美味しかったから美味しいんですよね。うん、美味しそうですね。いただきます。花粉症汗肌症みたいな。めっちゃ美味しい。塩です。塩語彙力なさすぎて。国文学科出た話。あ、はい、一応文学やってたんですけど。多分表面の塩が良いアクセントとなってますみたいなやつと思います。甘くはないけど、あんこもちょっと甘い、甘すぎず控えめな甘さで生地あって、しょっぱいね。そんな 甘すぎない系。生地もほらなんかパンケーキっぽい。そうですね、結構でかいやん。それでかいですね。なんか軽い感じ。あ、そう、ギチギチじゃないんで食べやすいです。でかい割に。でかい割に。じゃあですね、ノーマルです。ノーマル。コンビニのやつとかってさ、薄い割にさ、なんか ずっしり入ってる感じです、ね。あ、これ軽いですよ。そうですね。なんか軽い、空気いっぱい入ってます、生地みたいな。ふわふわってこと。あ、ふわふわです。なんかコンビニのメープルパンケーキにみたいな感じの軽さで。それじゃコンビニレベルに落とされてしまってるけど、今。地味に。メープルパンケーキは大好きなんで。美味しいって言います。褒め言葉。本丸いきますか。本気のわらび餅は餅やばいからね。で、美味しいです。だから国文学科なんですよね。なんで、でもなんで文章でもいいかね。単語。これもなんかあっさりしてますよ。え、もう美味しい。なんか一瞬でなくなりますよって感じ。って感じ。雑。きな粉すごい匂いするから上等なやつだと思う。なるほど。すぐ喋れないですよね。ああ、うん、これね、高いやつ。お、高いやつ。お値段通り。お値段通りニトリ。え、お値段以上です。あ、そうでもないけどね。これ何がちゃうやろな、店、あのスーパーとかで売ってんのか。なんか全然ちゃうねんか、ええやつって。よくあれでわらび餅って名乗れたなぐらい違いますよね。いやいや、むしろあっちしか普段食べへんからあれねんけど。いや、まあ、きなこもこれあれね、砂糖ほぼ使ってないか。全然あんま甘じゃないですね。ジャリジャリしないというか。あ、きなこ生、きなこだけ。おお。から香ばしくて、うん、大人向け。そうですね、うん。スーパーのわらび餅大好きやったらちょっとみたいな。ああ、そうやな。お餅が甘いねんな。だからこれ逆に。そうですね、餅に甘みがあり。うん、上品これ。まあ、スイタもほら万博の頃はほらベッドタウンやって高級住宅街やったから、お金持ち多いかもしれない。なるほどですね。こういうのが売れるのかもしれない。いや、めっちゃ美味しい。でもこれ食べたことない。これ持った時店員さんどんな反応してたっけ。うん、高いもんな。低めの尾が出ました。これだからどうやろうな。まあプリン行ってみようか。多分プリンゴールドとシルバーとかあるらしくて。ゴールドいただいてますね。ゴールドいただいてて、ゴールド濃厚さを追求してるらしいから。いい方ですか。いや、バランスよく仕上げたシルバーの方があっさりしてるような気がするけど。なるほどなるほど。まあでも一般的になんか濃厚、何が濃厚なのかによるよね。だからね、卵なのか、どっから取んねんほんでこれ。切るとかね。
ああ、わあ、見て、何これ。なんか白い。何これ、上。ミルクみたいな。クリ生なんだろうこれ。生クリーム。何これ。ここだけちょっと。何なんですかね。あ、生クリーム。生クリームでした。あ、黄色い、めっちゃ黄色い。マンゴーの何かしらみたいな。確かに確かに。うまっ。あの、何やっけ、前それこそ男のプリン。ああ、はいはい。侍のプリン。侍プリン。はい。あれ俺食べてへんから分からへんねんけど、はい、ちょっと。まあっこもなんか苦みがうまみとかなんとかって。ああ、うまっ。なあ、これ全然甘くないね。全然甘くない。ちょっと、なんかスプーンそのままでいいし。何これ？プリン一番うまくない？もしか、もしかし。洋菓子が好きなんですよ、多分。いや、そうなんかな。この辺。いや、で、あの、カラメルも絶対かけやん。何これ？初めて食べた。なんか卵感強い。うん、なんならちょっと苦いぐらいやもん。苦みあります。なんか、一生胃もたれしないプリン。ちょっと斬新さって意味ではこれが一番当たりかも。見た目一番ね。なん。シンプルというか、どこにでもこっちから見た普通のプリンやん。そうですね。なんかやばかったなこれ。いやすごい。優勝いいんですか優勝がプリン。プリンなんぼなん。プリンなんぼなんすかね。30円やからさ俺らは。30円絶対に入れてるんでこれ。いやこれはゴールドの方がいいかも。いやシルバーもこうなると気になる。こうなると食べ比べてみたい気もしますね。うん、だんだん最後盛り上がってきた。フルーツ大福もどうやったん。別にそんなに甘くないの。美味しいの。そんなに甘くないです。上品な。上品です。あ、じゃあやっぱ値段なりに上品なとこかも。やっぱこういちじく大福だけ外れかも。甘いただのなんかその辺に売ってそうな感じ。中身もいちじくもそんな入ってんしさ。言ったらもう最後やし、あと全部当たりやからぶっちゃけるけど、あれあんまり買わんでええと思うで。一番表紙やったんですけどね。いや、あ、どら焼きもわからんけど、ちょっとちぎってちょうだい。あ、どうぞどうぞ。ダリって言うやんか。めっちゃ美味しいでしょ。塩なんです。な、ほんまに塩入ってるやん。でここに乗ってるんです。ここじゃないですか多分。生地に乗ってる。生地の上にペペペって塩がちょっと粗めのザラザラが乗ってるんですよ。あー、これいいな。塩めっちゃ好きです。そうやんな。どら焼き塩の方がいいかも。うん、こっちもちょっとだけチーズちょうだい。そうやな。これ一人一人がやるとあかんな。あの食べ比べた方が評価出る。そうあでもあんこがうまいもんやっぱり、うん、だからこっちでもいいけど塩好み的には塩かな私は。なんていうのガツンと甘い辛いを味わいたい人はこっちの方がいい。あそうですね。マジで岩塩みたいなの入ってるような岩塩乗ってます塩かじれる。こないだのチーズケーキみたいなも思ったけど、はいはい、なんかうまいやつって逆にあんまり甘くないよね。そうですねお上品なのはやっぱ甘くないのかな。でも他にもいろいろあったんですよ、フルーツ大福も。結構カラフルな。ちょっとフルーツ大福他、あんたら二人がかりで褒めとかんと、俺フルーツ大福はハズレやと思ってるから。いや、これしかもフルーツじゃないんですよ、私じゃないから。豆大福。限りなく大福に近いあんみたいな。メロンは自分、なんかもうちょっとカバーしたらんと。食べますか半分。あ、ちょっともらおうか。いただいていいんですか、そんな。じゃちょっとメロンいただきます。アボカドみたいな。メロンうまっ。ほんま？メロンが好き。でも白あんがやっぱり多いかなって思います。まあ、前のと比べて白あんと。だから和菓子感は出てるよね。和菓子感、前のフルーツ大福のお店と比べたら和菓子ですって感じがします。でも美味しいですよ。400円でプライベートで買う？プライベートで400円をお菓子に費やせない金銭感覚。会社のお金やからって1800円買ってくる人。でも美味しいです、美味しいですよ。でもフルーツ大福が食べたいんじゃって感じやったらの和菓子感が強いかなと思います。前のとこの方がフルーツ大福やったな。そうです、フルーツでやってくぜ俺らはって感じでした。あの方がちょっとお世話になってる人のとこはこれかな。あ、これは絶対だ、全員喜ぶ、うん、で、数いるときはどら焼きもありか。200円やったらコンビニとまかわらへんもんな。 で、こんだけ美味しかったらありやな。どら焼きか、この瓶乗り系。瓶乗り系が、まあ、夏限定って書いてあるしな、白玉も、はいはいはい、これ全部うまかったよな。美味しかったですよ。っていうことなんで、フルーツ大福以外がおすすめ。まあ、うんちょっとチョイスが悪かった。
そうでもないか。そうでもないです。いやもうやっぱあのあんでこう勝負しとる。だから私たちの求めてるフルーツ大福よりも和菓子側の存在だった。あっていう考えると白あんそんなに美味しくないかもね。あじゃあ黒あんの方が勝負かけてる。かけてる感じ。あの真髄が発揮されてる。なるほどなるほど。まあお土産やったらやっぱこっち。次かな。これか。このドラ焼きとかまさかのプリンびっくりやった。プリン美味しかったですね。プリンちょっと初めてやんなこの味、うんうん、これどう伝えていいかわからへんけど、グラフで言うとどこなちょっと1甘いやんな。1甘い、甘いから言うと1甘いのほぼ2がですよね。2が2が甘やったらここですよ、真ん中なんかこの甘い側、苦側です。苦側、2が甘いの、あの何かな、やねんけど濃厚やねんな。いやそうです、なんかムーに近い味覚なんやけど、うんうんうん、ズンってなんか確かに卵とかなんかが入ってるのは分かるな。味めっちゃするかっつったら別にせえへん。そうやねん、うん、やけどなんかうまかった。だからもう一生胃もたれしないプリン。一生胃もたれしないプリン、名前変えた方がいいです。一生胃もたれしないプリン。いやいやゴールドとシルバーでやってはるからちょっとおしゃれな名前でやってはるからと思う。品下げちゃう。品下げちゃう。とりあえず今度はいつまで、これは7月7日まで、七夕まで、はい、七夕まで。もう暑いから七夕の時やったらわらび餅を冷やして食うか、う、ね、白玉か。でもわらび餅は常温でとか書いてあったんで、あ硬くなったらちょっとちゃうかもな、うん、そうですね、やっぱり涼みたい時はこれ瓶乗り系、瓶乗り系がありかなと思います。さらさら、じゃあまた京都駅来た時はまたぜひ行ってください。はいはい、じゃあ、あとは美味しくいただきたいと思います。はい、ありがとうございました。